アニメ綾華綾会トーク。福明茶太郎役の梶原岳人です。天野矢子くん役榊原優希です。はい、アニメ綾華のアフレコブースからお届けするアフタートーク企画綾会トーク。今回はですね第4話のアフレコについて、僕と榊原くんの2人でお届けしたいと思っております。イエーイ。はい、まあいつもこの2人は基本的には一緒にいるメンバーなんですけど、まあ、あの1話から出てきてたけど4話でアフタートークなんですね。そうですね、なんだかんだで、いや今回一番我々そのここまでの収録の中では喋ったのではないですか、うん、そうですね、なんか一番がっつり2人でも喋ったし、まあ、ゆきととも、まあ、仁義とも、そうですね、春明さんとも喋ったって感じでしたね。というかあのごめんなさい、これ僕あの思ってたんですよ勝手に。 なんでしょう、ヤコくんがちょっとしっかりしてて、はいはいはい、でなんかちょっとね茶太郎くんに突っ込むっていう関係性なのかなって思ってたんですよ、うん、両方ともしっかりしてないんじゃないかな、意外とどっちもなんか噛みつき合ってるからそうですよね、そうなんですよ。確かになんか僕も茶太郎もうちょっとなんか割としっかりめになってるのかなって思ったんですけど、うん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 、意外とどっちもどっちだったっていう、なんかね、どっちもあたふたしている、そうなんですよねあの木の幹のね、うんうん、太さの話のとことかもがっつりやり合ってましたけど、いやそうなんですよ、なんかちょっとやり合っていやってどうです僕の方がなんか長いでしょうみたいな、可愛い争いですよねそれは。いやそうなんですよ、すごい仁義さんがね結構、はいはいはい、まあいやあの二人なんてって言ったりしてましたけれども、うん、意外と本当に抜けてるところが本当にあるのかもしれないといういなんか弟子感がやっぱすごい、ね、まだ、うん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 、まだまだ弟子なんだなって予想よりあって面白いですよねでも無事にねちょっとなんか友達になったというか、そうですね、うんうんうん、なんかあのコミュ力僕マジで羨ましいなって思ってたんですけどそうですよね、すごくなんかいいほっこりしましたね。榊原くんはああいうのいけるタイプですか、ガツガツいやもう僕は全然あのガツガツいけないタイプです。本当ですか。どっちかっていうと他の人が触れられるような、はい、何かこうなんです行為はいはい、はい、なんかふーってこうコーヒーとかを眺めたりしながらこう他の人がえコーヒー好きなのって触れられるような環境を、ね、触れてオーラを出しちゃう、はいはいはい、まあでも今日とかなんか何とは言わないですけど、はい、ポロッと榊原くんがなんか一個ね面白いこと言ったのがあったの劇中の ねお話に絡めていろいろ、ね、そんなこと言うんだ榊原くんみたいな、なんかたまにありますよね、ちょっとなんかポロポロってね変なとこはありますもんね、まあ、僕も変ちゃ変なんですけどお互いポロって言って膨らむタイプの気がします ね、でもお風呂のコミュニケーションってやっぱ一番なんかやっぱ裸の付き合い、あの身も裸で心も裸でできるんじゃないですかね、うんうんうん、よくないですか、いいですよねあの感じ、なんか修学旅行とか、うん、なんかそういうのを思い出す感じと言いますか、最近行ってますお風呂全然やっぱりねそのいろいろなんか時勢柄ね行けずと言いますか そんな感じなんですけど、でもなんかこういう風になる前は温泉好きだったので、あそうなんですね、そうなんです、温泉に行ったりして、はいはい、なんか謎のおっちゃんとかと仲良くなったり、あ本当にそんなけどコミュ力高いじゃないですか、いや違うんですよ、どっちかっていうとなんか話しかけられやすい属性が多分あ、なるほど、そうなんです、おっちゃんっていうのはどういう、こうムキムキのおっちゃんとかそういうことですか、えなんか謎のちょっと熟練者風な、どう何の熟練者なんかもう温泉熟練者みたいなおっちゃんから温泉熟練者よく行くの温泉そんなことあります、いや温泉好きなんですよみたいな、あそうなんですね、ないですいやないっすよあれなんか僕だけか、坂木原くん好かれやすいのかな、そういうおじさんとかわかんないですね、話しかけて欲しそうにしてるのかもしれない一人で行くんですかそういう温泉とかは、 ありますもう普通に一人で行って一人で山を歩き一人でなんかもうあの路頭に迷うと言いますか宿どこ悲しくないか僕そんな感じですね、そっか家族とかとは僕よく行ってましたけど、あーはいはいはい、はい、あとは最近はサウナですねやっぱり、うん、サウナの方ですか、サウナには憧れてるとこですね、なるほどなるほど、今あのサウナハット買おうかと迷ってるところなんですけど、うん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 、まあそういうなかなかガチの方ってすごいじゃないですか、もう、そうですね、装備品とかもそうだけど、めちゃくちゃなんでしょう、もうこだわりがありますね、まあそんな風にあの3人も仲良くなっていくんでしょうかこれから、あの3人サウナーになったらすごいですね温泉はいいものありますからうんうんうん、うん、そうね、今回結構綾華
あやかいなって言葉たくさん出てきたりとかね。そうですね、うんうん、いや、あやかい関係性にね、うん、あの3になっていったらいいなと思いますよ。そうね、あやかい関係性楽しみどんな感じなんだろう、何でも使えちゃうからはい、というところでアニメあやか、ぜひとも何度もご視聴いただきお楽しみください。以上、福明茶太郎役の梶原岳人と天野矢子くん役榊原優希でした。ありがとうございます。ありがとうございます。